福島第一原子力発電所2号機2019年2月13日に初めて原子炉格納容器底部にある堆積物への接触調査を実施しました。号機格納容器の底部には 溶け落ちて固まった燃料、燃料デブリと思われる堆積物が確認されています。過去2回の調査では、格納容器内部の様子や堆積物の状況を映像で確認しており、燃料デブリ取り出しに向けたさらなる検討のため、堆積物の硬さや脆さなどを確認する接触調査を行いました。2018年1月の 前回調査と同じルートで格納容器側面の貫通口から伸縮式のパイプを挿入その後プラットフォームと呼ばれる作業用足場の脱落部からパイプ先端に取り付けた調査ユニットを吊り下ろしましたこちらは東芝エネルギーシステムズが開発した調査ユニットです トングのように開閉する装置で、堆積物をつかみます。作業員の被ばくをできる限り低く抑えるため、調査ユニットの操作はすべて遠隔で行いました。今回は、格納容器の底部6箇所と、作業用の足場4箇所を調査しました。では、実際の調査映像を見てみましょう。 内部は絶えず冷却水が注ぎ込まれて濡れています底部は5箇所で小石状の堆積物などが動きつかめることを確認しました残り1箇所は岩状の堆積物で今回の装置では動かないことを確認しました作業用の足場では2箇所の堆積物が動きつかめることを確認しました いずれの堆積物も掴んだときに大きく割れることはありませんでした。こちらが今回測定した格納容器内の線量・温度です。格納容器内の状況に大きな変化は認められず、線量・温度ともに全開調査と同程度と評価しています。なお、格納容器内は燃料デブリがあるため、 高いい線量となっています効果的に堆積物を触ってこられるように試行錯誤をしながら開発を進めてきました調査作業自体はですね2つに分けられるんですけれどもそれぞれで訓練というものを何度も繰り返し行ってきました格納容器の底部だけで6ョ所の調査を行うことができたというのは訓練の成果が出たというふうに考えています 今回、あの格納容器内の堆積物に初めて接触することができまして、堆積物の正常に関する情報を取得することができたというふうに考えています。今回の調査装置では、堆積物を動かすことが確認できたところと、一部動かすところが確認できなかったというところがございました。すでにあの切削装置の開発というものはあのこれまで進めてきておりますので、吸い取る、あの掴む以外の装置の開発についても引き続き実施していきたいというふうに考えています。 2019年度の下期に堆積物の少量サンプリングという調査を計画しておりますこれまでに得られた情報を最大限に活用して検討を進めていきたいというふうに考えております事前検討を行い対策を十分講じたことによって周辺環境に影響を与えることなく計画内の被曝線量で作業を終えることができました 今後も2号機の別のエリアや多号機にてさらなる内部調査を予定しています引き続き安全を最優先に廃炉作業を着実に進めてまいります